どうもチャイです、今日なんですけどもね、私のチャンネル史上初の案件動画となっております。ありがとうございます。ということで今回、はフィアーオブゴッドっていうブランド、もう皆さんご存知だと思うんですけど、フィアーオブゴッドというブランドのセカンドラインである、まあ、FOG エッセンシャルズというね、まあそういった、まあ、セカンドラインのブランドがあるんですけど、そちらのアイテムを案件いただきましたと。でどこから提供いただきましたかと申しますと、アメリカのセレクトショップですね、カリフォルニアにあるパシフィックサンウェアというかね、パクさんというもうビッグなお店があるんですよね。はい、非常に大きい有名なお店があって、そちらのまあ、担当者の方から直接僕に、連絡いただいて、今回こういう動画、撮らせていただくという形になりましたと。でまあ今回ね、初の案件じゃないですか、動画としては。なので、最初にちょっと間置きしておきたいんですけどね。まあ、フィアーオブゴッドと聞いて、まあ、皆さんの頭の中には、クエスチョンマークがあると思うんですよね。あれと、おい、松本、お前、フィアーオブゴッドじゃなくねと。ちょっとなんかイメージ違うんじゃないと、いうような方、大勢いらっしゃると思いますけども。そうですね。はっきり言って、僕のジャンルではないというか、僕の守備範囲の、ではないです。もちろん、フィアーオブゴッドっていうブランドなんかももちろん知ってるしね。まあ世界的な有名なブランドでありますけども、まあ僕のジャンルかと言われれば、まあ違う。じゃあね、まあいろいろでも考えたんですよ。そういうお話をいただいたときに。なんでね、僕にお話をいただけたとか、僕にお話をくださったのかなっていうことを、まあいろいろ自分なりに考えた結果ですね。まあまずなんかその、ね、僕はまずジャンルが違うっていうのも一つ。で、あとは、なんかその、登録者 ?YouTube の登録者みたいなところで言っても、僕よりね、数を持ってる人って、山ほど、数多くいらっしゃいます。でも、その中で、なんか僕をこう、ピックしていただいたのは、なんでかと思ったら、まあ、理由ですよね。まあ、おそらくね、レビューアーとしての能力を買っていただいたんじゃないかなと、僕は勝手に解釈してます。そんなことをね、野暮なんで聞かないですよ。なんで僕なんですかとかは聞かないですけど、まあなんかそうなんじゃないかなって、まあそれ以外なんかない気がしてて、まあね、日頃の動画から何か物事に対してどうだこうだ、まあもっとデリバリー動画ねやって、まあアイテムに対して何かこう説明をしたりとか、まあそういったところ、まあレビューアーとしての能力を買っていただいたのではないかなというふうに思いますので、今回もですね、まあその優秀なレビューアーとしてですね、まあより客観的にレビューできるかなって思うんですよね。自分のジャンルではないものなので、より物としてどうなのかみたいなところでお話しできるかなというふうに思いますので、そういったスタンスでね、やらせていただこうかなと思っております。はい、すいません。前置き長くなりましたが、今回ですね、ご紹介するの、3アイテムですね。はい。ジョジョーンという形で、はい。T シャツとパーカーと、スウェットパンツでございます。はい。T シャツは、もうこれシンプルな無地な T シャツですね。後で着てみます。ちょっとデリバリー動画的な形式でね、やっていこうかなと思います。実際僕着てみます。はい。T シャツと、あとはパーカーですね。はい。はい。ちなみになんですけどもね。日本では12月6日発売開始で、確か国内ではユナイテッドアローズ&サンズ。ね、原宿にある。あそこで発売してて、アメリカだと12月7日ですね、現地時間に発売開始、今日ですね、っていう形でございます。はい。エッセンシャルズ。はい、スウェットパンツですね。はい、ちなみに全部 S サイズでございます。まあ、そんな感じで、あんまりね、取り扱い店がないんですよ。アメリカ国内においては、このパクさんっていうところがね、独占で販売してるみたいなんで、結構すごいですよね。独占でやってるんで。はい。まあ、そういったような形になります。では、早速ね、着て、ご紹介していこうと思います。はい。T シャツ着ました。はい。T シャツにしました。やっぱり。はい。T シャツ着てみました。どうでしょう。サイズ S でございます。で、お値段がですね、4400円くらいですかね。ただちょっと価格に関しては、もしかしたら日本国内の値段と、このパクさんっていうページで売ってるものとちょっと違うかもしれないんで、そこはちょっと、もしかしたら差があるかもしれないってことをちょっとご了承くださいと。はい。そんな感じですね。T シャツです。はい。こちらコット100の、まあ、T シャツでシンプルですよね。で、まあ一番のポイントはここかな。はい。まあちょっとタグがね、外に出てるっていうようなデザインでございます。まあデザイン的にはこれがまあ一番特徴かなと。シルエット的にはね、やっぱちょっとゆったりめですよ。S でこれなんで。
まあ、身幅も大きめだし、肩もね、こう落ちる感じで、丈もちょっと長めで、ゆったりめですね。はい。で、生地はコットン100でですね。まあ、中肉の、あの、T シャツかなっていう感じです。うん。いいんじゃないですか ?4000 円安いよな、普通に安くないですか。うん。なんかそれが、思いました。これで4000円かと、ね、思いますよね。なんか言ったら、今、現行のね、ストリート系のブランドで T シャツ4000って、まあ言うとあんまりないかなと、思いますんで、と、それらと比較しても、まあ普通にお安いですし、じゃあかといってね、物がね、ひどいかと言われると全くそうではなくて、うん。いや、いいと思いますよ。ね。しっかりとした生地と縫製で。なんかその値段に対するクオリティみたいなところで言うと非常に高いんじゃないですかね。はい。どうでしょう。ゆったりめのね。まあ、シンプルな、ほんとシンプルな、クルーネックの T シャツっていう感じですね。まあ、色がね、これ確かね、何種類かまたあるんで、今回、この T シャツに限らず、まあ、全部のね、アイテムに関しては、リンク貼っておきます。概要欄の方に。概要欄にから、飛べるようになってるんで、パクさんのページに。そこでね、全商品のラインナップ。今回紹介するのが全部じゃないんで、もっと種類あるんでね、ぜひぜひ見ていただければ。チェック、マストでチェックしてください。はい。はい。じゃあ、T シャツはそんな感じですね。次、じゃあ、パーカーを着ます。パーカー。はい、パーカーを着ました。どうでしょう。はい、こちらもですね、サイズ S でございます。サイズ S サイズでございますね。で、お値段がですね、14000かな。はい、15000円以下だと思ってください。大体、まぁちょっとこれもね、正確な値段がパクさんとは、コンク内でちょっと違うかもしれないですけども、15000円以下なんでね、非常に安いと思います。パッカー1着ね。で、サイズ S で、シルエットこんな感じです。はい。まあ、ゆったりめっすよね。全体的に見ていただいたら、まあ、お分かりになるかなと思いますけども、はい。ゆったりめの、まあ、身幅も大きめだし、肩も落ちるしっていう、まあ、S サイズでこのサイズ感なんで、僕ね、172の53キロとかっていう体型ですけども、僕 S サイズでしょうと思いますね。はい。結構ゆったりめかなと。だから、まあ、ちょっとストリートっぽいですよね。やっぱりね、全体的な印象として。で、まあ、やっぱりデザイン的なところで行くと、まずね、胸元のこの、エッセンシャルスというね、ロゴ一発ボーンと、あと、バックプリント。はい。まあ、フォトの、プリントが、結構鮮やかにね、白ボディにバーンと、バチンと入ってるっていうような、感じでございますね。あと、ま、ちょっと、ディティールのとこで言うと、皆さんここわかります?このパーカーね、紐が取ってないんですよ、フードに。なんですけど、まあ、ここにね、縫い目がわかるですかね。はい。紐は取ってないんですけど、縫い目はちゃんとこう、なんか、刺繍であるっていうような、まあ、そういうようなデザインですね。はい。で、生地のお話しましょうと。こちらの生地は、綿80のポリエステル 20% っていうような、まあ、配合になっておりまして、見てください。こういう感じでね、裏起毛、ちょっとふわふわしたような、スウェットの生地、皆さんイメージつきますかね?まあなんかそういうような感じで裏起毛ふわふわしてて、あったかいですね。今、単純に着てて、あったかいです。やっぱり普通のスウェットより、もう断然あったかい。防寒性はあるかなと。いうふうに思います。で、生地の厚さなんですけども、こういうちょっとふわふわしたね、スウェットの生地って結構薄いってもの多いじゃないですか。なんですけど、これを比較的結構しっかりしてるんですよ。まあヘビーのね、コットン100のギュッと詰まったヘビーウェイトのものとはまた違うんですけど、ただ今回この裏肝でふわふわしてる、スウェット生地にしてはちょっと厚め、地厚だなっていうような印象ですね。はい。まあ割かし結構しっかりしてるんじゃないかなと思います。はい。なので、パターンもおそらくオリジナルですしね。で、まあ、この生地がね、しっかりしてるっていうのは、まあ、こういうフードの立ち上がりとか見ていただいてもちょっとわかると思うんですけどね。結構綺麗に立ち上がるじゃないですか。ね。そこまで、ヘビーではないんですけど、ね、フードがしっかりと、立ち上がるっていうところ見ていただいても、まあ、生地がね、ある程度しっかりしてるっていうか、なんかそういうのがわかるんじゃないかなと思います。はい。だから本当まあ、ストリートですよね。うん。ストリートなんで、
ただまあ、この辺もパーカーもね、1万ね、2、3千とかなので、お値段にしては、クオリティ申し分ないかなっていうふうに思います。それこそ、さっきも言ったように、ね、今あるストリートのブランドだって、パーカーってまあ大体1万5千とか5、6千するわけじゃないですか。で、価格がそんなに変わらないのに、まあ、クオリティっていう面で言うと非常にいいんじゃないかなと、思います。うん、単純に。安いっすよね。で、フィアオブゴッドの、まあ、メインラインって結構ね、値段上がってるんで、そこからだいぶガッと、価格をちょっとね、調整してきてるというか、なんかそういう印象がありますね。はい。まあ、そんな感じですよ。うん。いいではないですかね。はい。はい。では、最後、スウェットパンツ行きましょう。こんな感じですよ。いや、僕ね、普段こういうスウェットパンツ、ほぼ、絶対履かないんで、新鮮な感じしますけどね。で、こちらのスウェットパンツは1万1000くらいですかね。1万1000くらいなんで、非常に、またこれは、リーズナブルな価格かなと思います。シルエットは、まあ、なんかやっぱりトレンドっぽいですよね。ちょっと細めのね、細身の感じのスウェットパンツです。裾にかけてシュッと、細くなってる感じで。ただやっぱり生地はですね、こちらのパーカーと同じような、多分おそらく同じ生地を使ってて、裏起毛がちょっとふわふわしてるようなね、生地でございます。で、これも S サイズなんですよ。ね、まあ、実はサンプルは僕 XS 頼んだはずなんですけど、何かの手違いで S が来てしまってですね、ちょっと僕には大きいです。僕多分 XS の方がいいかなと思うんですけど。はい。サイドラインが入っててね、はい。で、意外ですよ。これ分かりづらいかもしれないですけどね。あ、分かるかな？ここにシーム入ってんすよね。後ろ。バーンと。両足に。バーンと。意外にこういうところもね、ちょっとデザイン凝ってんすよ。ただのスウェットパンツじゃなくてね、ここにシームが入ってるんで、一つデザインとしてね。あと、個人的にポイントが高いのは、裾ですね。裾。ここで分かります？裾リブ、ゴムここ入ってんすけど、ここね。たださ、一般的なスウェットパンツって結構リブの部分が結構これぐらいあって、太めで急にキュッみたいになってるね、スウェットパンツ多いじゃないですか。ああいうのだとね、ちょっとリブが結構太い。だからこういうことですよね。で、こういうね、裾がこうなってるのって結構あると思うんですけど、あれ結構、部屋着感がね、強く出ちゃうんで、こういうふうに個人的には、リブじゃなくてね、まあ、ゴムを入れて、シュッとここの幅狭めてやるっていうのは、なんか、普段のね、待ち履きっていうような観点から言うと非常にいいんじゃないですか。スタイリッシュに見えますよね、よりね。うん、あんまカジュアル感がなくなるというか。で、まあ、ロゴがね、バシンと入って。で、ウエストの紐がね、入ってるんですけど、これがちょっと長めなんですよ。長め。あえて長めにしてると思うんですけど。まあ、これを垂らしていただくのか、まあ、こうやって結んでいただくのか。まあ、お好きな感じで。はい。で、ポケットは前に2つと、ケツポケが1個。はい。ついてるっていう感じで。まあやっぱね、スウェットパンツ、まあ僕普段履かないですけど、動きやすいね。すごい履きやすい。当たり前だけど。かなーっていうような感じで、いますね。これ1万、数千円で、って考えると、やっぱりその値段と、物と値段のバランスって非常にいいなっていうのは、今回の全体的に思いましたね。うん。それがなんか一番、いいかなと。素晴らしい。まあ、企業努力の賜物というかね、かなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、最後にもう一回重ねて言いますけども、概要欄の方にね、詳細のリンク貼っておきますから、パクさんの、公式のホームページの。そちらの方から、ぜひぜひチェックしていただいて、全ラインナップ、見ていただけますから、ぜひ、なんか、パーカーとか、なんかスウェット系とか、カットソー系とか、何かお探しな、ね、方とか、まあ、フィアオブゴッドのブランドのファンの皆さんとかね、ぜひぜひチェックしていただければな、というふうに思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いしますと。そしてですね、まあ、これはまた関係ない話ですけども、今後とも私は、このようなね、レビューアーとして、優秀なレビューアーとして活動させていただこうかなと思いますんでね。もし何か、私にレビューしてほしいというものがありましたら、連絡していただければな、というふうに思います。はい、そんな感じで、第1回の私の記念すべき、初案件動画、Fear of God のエッセンシャルズと、
秋冬のコレクションでございましたと。はい、そんな感じです。ではまた。